27日、豊坂にある半崎出しと半崎ねぶたが保管されている場所です。この日は真庭商工会青年部湯原エリアのメンバーや OB、 女性部などおよそ20人が集まり点検作業を行いました。点検は壊れている箇所や補修が必要な箇所がないか、また正常に動かすことができるかなど手分けして確認していました。それ後ろのこの国交ドアかけてマイナーってあるのここ、こうやってマイナーってたはーい、いけるハンドルはねえかな。10年前から祭りの目玉の一つになっている半崎ねぶたです。半崎祭り50周年の2011年に当時の真庭商工会青年部湯原エリアのメンバーが次の50年に向けた祭りのシンボルにしようと自分たちの手で作り上げました。地域の伝統的な祭りを子どもたちの記憶に残るものにしたいという取り組んだ人たちの願いや思いが詰まっていて、今では半崎祭りに欠かせない存在になっています。そしてもう一つ、祭りに欠かせない盛り上げ役を長年務めてきたのが佐藤勝彦さんです。伝説の大半崎を退治した三井彦四郎役を務めています。ねぶたの制作に携わり青年部 OB となった今も半崎祭りを楽しみに待つ一人です。どこもねイベントがなくて、本当に楽しみにされている方が多いと思うので、久しぶりにねぶたに会って、本番が待ち遠しい感じですね、はい、今年が60周年で、僕も10年間、彦四郎役をやらせていただいて、今年が最後ということになりますので、より一層50周年以上に盛り上げれたらなと思っております。青年部湯原エリアではねぶたの傷んだ部分を補修し、3年ぶりの半崎祭りに向けて準備を進めるということです。